MC20 はイタリアのマセラティが開発したスーパーカーである。MC12 以来16年ぶりとなる自社製、スーパーカーとして2020年2月にその名が明かされ、同年9月9日にモデナで開催されたブランドリローンチイベント MMXX タイムツービーオーデシャスでワールドプレミア。同時に日本及びアメリカでも発表された。当初は 同年5月末の発表を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の世界的流行を受験期されていた。マセラティブランドの新時代の幕開けを象徴する、モデルとして100%メイドインモデナ、100%メイドインイタリーを基本理念に開発された。マセラティ社としては22年ぶりに自社製エンジンを搭載しているほか、将来の電動化にも対応した設計となっている。 社名は MC がマセラティコルセの略を20はマセラティが新時代の幕開けと位置づけた2020年をそれぞれ意味する。ホモロゲーションモデルであった MC12 とは異なりカタログモデルとして販売されるが本社によるモータースポーツへの復帰も計画されている。ネットゥーヌと命名された自社製の3.0リットル90度 V 型6気筒 DOHC。 ツインターボエンジンをミッドシップに搭載。内径工程は 88mm、82mm、圧縮比は11、1。最大の特徴は MTC と呼ばれる新開発の燃焼システムを組み込んだ点である。フォーミュラワンカーで常用されるプレチャンバーをロードカーで初めて採用し、状況に応じて通常の点火とプレチャンバーによる点火を使い分けることで、 燃焼効率とレスポンスの向上を図っている。ボート噴射と直噴を併用しているため、点火プラグとインジェクターは、各気筒に2個ずつ備えられている。その他、低重心化のためにドライサンプーを採用し、ターボチャージャーもバンクの内側ではなく両サイドの下側に設けられている。スペックは最高出力 630PS、7500RPM、 最大トルク7 4 4 k g ス m 3 0 0 0から 5500rpm を発生。リッターあたり 210ps という高出力を実現した。組み合わせられるトランスミッションは8速 DCT。ネットゥーノは MC20 のワールドプレミアに先んじて2020年7月に発表されており、マセラティによれば MC20 を皮切りに搭載車種を展開していく。 予定であるとしている。バタフライドアを開放した状態ボディは2ドアクーペで将来のカブリオレモデル展開も見据えた設計となっている。ドアはマセラティ史上初となるバタフライドアを採用した。デザインではマセラティがブランドアイデンティティと位置づけるエレガンス、パフォーマンス、快適性を基本指針とした上でボディのアッパーとアンダーそれぞれに異なるテーマを持たせるという手法が 取り入れられている。アッパーでは、サイドのエアダクトやエアロパーツの類を一切廃止、微麗なボディラインを追求した。リアスポイラーも装着されていないが、ボディ自体の空力性能の向上で十分なダウンホースが得られるとしている。アンダーは、機能美を徹底するという指針から、カーボンファイバー製パーツが多用され、スポーツ性能を高めている。ダラーラの空洞実験室において、 2000時間以上に及ぶテストや1000回以上の数値流体力学シミュレーションを行った。その他、フロントグリルやサイドには、マセラティ伝統のシンボルであるトライデントのエンブレムが装着され、リアガラスのルーパーもトライデントをイメージした形状になっている。外装色には専用色として、ビアンコアウザーチェ、ジャロジェニオ、ロッソ・ヴィンチェンテ、ブルー・インフィニート、ネロ・エニグマ、 グリジオミステロの6色を用意。すべて MC20 のために開発された新色である。インテリアはドライバーが運転に集中しやすい環境を第一に設計された。カーボンファイバー製のセンターコンソールにはワイヤレス式のスマートフォン充電器、ドライビングモードセレクター、ギアシフト用、ボタン、パワーウィンドウスイッチ、マルチメディアシステムコントロールなどが集中配置され、 機能性の向上を図っている。素材は、レザーとアルカンターラを基調とし、上質さを演出している。コネクテッドシステムには、マセラティコネクトプログラムを搭載。常時インターネットに接続することで、ナビゲーションシステム、アレクサ、Wi-Fi スポットといったサービスが提供され、スマートフォンやスマートウォッチの専用アプリで管理することも可能となっている。 車重は1 5 0 0ラムで、パワーウェイトレシオは2 3 3ラム p s マセラティによればこのパワーウェイトレシオは、クラス最高値だという。0時速1 0 0トル加速は2.9秒以下、最高速は時速3 2 5トル以上と公表されている。2020年9月10日より受注を開始。日本での販売価格は2650万円。 2021年初頭からマセラティ本社に隣接する工場で生産が開始され、日本では同年夏頃からデリバリーされる予定となっている。2021年1月5日から2月1日にかけてジャパンツアーと称し、日本全国のマセラティディーラーで MC20 の巡回展示を実施した。ありがとうございます。